中田敦彦さんは、立ち話の指摘を、元局長の、公用パソコンの中に、斉藤先生を転覆させる、という目的があったからなんだと。そういう政治的な意図で、出しているだけなので、公益通報じゃないんだと解説した。中立のスタンスを強調していた中田さんだが、立ち話に便乗していると懐疑的に見る人もいたようだ。コメント欄や X の声を少し紹介します。の動画は楽しく見させていただいているのですが、この動画は中立と言いつつ明らかに片方に肩入れしているように見えました。はっちゃん、いつもはその鋭い切り口尊敬してるけど、今回はもう一回振り返った方がいいのでは。これ結局立ち話の説の受け売りですやん。兵庫県知事選絡みで一番信じられなかったのは、中田敦彦の動画。中立ぶってその実がっつり斉藤よりの語りをしたというあれ。今までは無難な割と納得感のある動画を上げてたと思うので、その落差がすごくて絶句してしまった。中田敦彦に何かあったのか。